コミックゼロサム。奪われ続けた霊杖は虹乙女と呼ばれた。虹乙女、天候を司る妖精王に愛される者。虹乙女には妖精が付き添い、その悲しみは雨に、微笑みは美しい青空になるという。私オリビア・グライスナーが虹乙女となったのは13歳の時だった。第一王子の婚約者の選定で初めて王城に上がった日、たくさんの妖精に囲まれて、私は虹乙女と認められ第一王子の婚約者となったのだ。第一王子ヘンドリック様はとても優しく尊敬できる人。家で虐げられた私は初めて自分の居場所を見つけたと思った。燃えるような恋ではないけれど、この人となら幸せになれると思っていた。支えようと誓った。なのに。オリビア・グライスナー、悪いが君との婚約を解消させてもらう。どうしてパトリッツィアが。3歳の時母が死んで、すぐに義母ができた。いつからか義母とイボマイ、パトリッツィアは私への憎悪を隠さなくなっていった。新しいドレスも楽しいお出かけも私には与えられなかった。お姉様にはこれは似合わないわ。私がもらってあげる。それは亡くなったお母様の。いやだわお姉様ったら。私はお姉様のためにやっているのよ。そう言って宝飾品も絵本も何もかも全て私から奪っていったのに、また私から奪っていくの。ヘンドリック様、どういうことかご説明願えますか。君は虹乙女だから僕の婚約者になった。しかし本当の虹乙女はパトリツィアだというではないか。パトリツィアが虹乙女、どういうこと。本物である彼女は君の幸せのため身を引こうとしたが、私はそんなけなげなパトリツィアを愛してしまった。お姉様の幸せの邪魔をするつもりはなかったのだけれど、やっぱり嘘をつくのは良くないわ。自ら虹乙女を名乗り上げたのではない。私のそばにいる妖精を見て周りが勝手に祭り上げただけ。わかったのか。本当に。でも妖精は。それにパトリッツィアのそばに妖精がいるところなんて。妖精がどうして。でもなんだか様子が。妖精だ。彼女が本物の虹乙女なんだ。その通りだ。虹乙女を詐称したことは本来ならば死罪だが、優しいパトリツィアはそこまでは望まないという。よって君には最果ての地にて神に仕えてもらう。つまり修道院行きということね。身分ある婦女子が罪を犯した場合に送られる場所。修道院とは名ばかりの死ぬまで幽閉される牢獄。自由も尊厳もない恐ろしい場所。平王さえも私には許されないの。全部奪われていくの。これからもずっと。悪い薬を使ってる。精霊を呼び寄せるピンキの薬。わかりました、ヘンドリック様。私は最果ての地にてこの国の安寧を祈るといたしましょう。悔しいのも悲しいのもとうに消えた。私の中に残るのはただ一つ。怒りだけだ。これからどうしましょうか。最果てまでの道は悪路らしい。ひどく簡素な馬車、板張りの背もたれ。罪人なのだから当然だろうけれど、
助けてあげるよ。ありがとう。妖精の里は私でも入れるかしら。もちろん、虹乙女なら大歓迎。あなた体は大丈夫？大丈夫。あの女嫌い、嫌な薬使った。僕たちを無理やり呼んだ。パトリツィアに集まった妖精は禁忌の薬を嗅がされたらしい。妖精の思考能力を落とし無理やり呼び寄せる禁忌の薬。あの時消える妖精が教えてくれたのだ。あれ以上妖精を傷つけたくなくてあの場は引いた。この国を守る妖精になんてこと。許されることじゃないわ。なんだ。おい妖精。まさかパトリツィアが私を殺そうと。何？刺客でも送ってきたんだろうか。ご無事かな、オリビア嬢。レオンハルト王太子殿下。遅くなってすまない。ヘンドリック様の友人で隣国の王太子。失礼。この馬車を特定するのに少々手間取ってしまってね。いえ、あの、どうしてレオンハルト様が私を。さっきの舞踏会に招待されていたのは知っているけど、彼が私に関わる理由なんて。君はもうヘンドリックの婚約者ではないのだろう。それなら私がさらっても構わないかと思って。ないはずなのに、おっしゃっていることがよく。君は私のものだということだよ。しかし私は罪人です。王太子殿下にふさわしくありません。そんなのはどうでもいい。私が君を欲しいと思ったんだ。虹乙女でないと言われ、伯爵令嬢の身分も剥奪され、大衆の前で婚約を破棄された私を。私はよくこの国に遊びに来ていたから、婚約者として登場する君をよく見ていた。綺麗な子で笑顔だって可愛いのに、いつも遠慮するような悲しそうな瞳をしていたね。自分が一緒ならそんな顔をさせないのにと思っていた。だから今回の婚約破棄は君には申し訳ないけれど、チャンスだと思った。君を私のものにする絶好の機会だと。この人は私を見てくれる。信じたい。裏切られるのは怖い。でもこのぬくもりは私が絶望していたものだった。さて王城へ行こう。え？君の名誉挽回をしないと。名誉でございますか？婚約破棄された哀れな娘でなく、王太子に壊れた美しい娘だとね。レオンハルト、一体どういうつもりかな？ヘンドリック、君を友人だと思って遠慮していたんだが、こちらの令嬢は私の聖妃として連れていくよ。彼女は虹乙女を詐称した罪人だぞ。自ら公言したわけではない。祭り上げたのはこの国の人間だろう。しかし。お姉様、今度は王太子殿下を惑わすのですか？いけません。これ以上罪は。パトリツィア嬢、私の聖妃となる女性を貶めるのはやめてもらおう。私はそんな。お姉様のために。見て、妖精が現れたぞ。やはり虹乙女はパトリツィア様だ。罪人は死罪にしろ。許すな。大丈夫。違うよ、虹乙女はオリビアだよ。僕たちが好きなのはオリビアだけ。みんなオリビアが好き。その女嫌い、嫌な薬を使う。ひどい、嫌い。これはどういうことだ。ヘンドリック様、これは。オリビア、君が虹乙女なのか。妖精たちが私のそばにいてくれることは間違いございません。婚約破棄は無効だ。オリビアを婚約したとする。私を愛しているとおっしゃったのに。
前は自ら虹乙女だと言ったではないか。今さら撤回されても困るのだが。さては貴様、オリビアが虹乙女だと知っていたな。君との友人の縁もここまでのようだな。私は昔から彼女に惹かれていただけだ。私も自分の意思を示さなくては。私はレオンハルト様と共に参ります。オリビア、違うんだ。私は君を愛している。ヘンドリック様が愛してらしたのはパトリツィアでございましょう。待たれよ、虹乙女を我が国から出すわけにはいかぬ。オリビアを捕まえても無駄。妖精王様怒ってるよ。レオンハルトはオリビアのことが大好きだから。妖精王様がレオンハルトのところに連れて行く。他者に言われるのは気恥ずかしいものがあるが、妖精も言ってくれているのでね。オリビア城は私が聖妃にもらい受ける。オリビア、私を捨てるのか。支えたいと思っていたのに。私を捨てたのはヘンドリック様ではありませんか。お姉様、母国を捨てていい気分でしょうね。いつもそう、何も興味ないふりをして。特別は全部お姉様が持ってる。いつだって一番素敵なものを奪っていく。ずるいわ。どうして奪うの。最後まで分かり合えないのね。私から全て奪ったのはあなたでしょう、パトリツィア。だってずるいじゃない。お姉様だけ特別、お姉様ばかり、ずるいのよ。私が国を離れてすぐに妖精たちが一斉に母国を出たそうだ。それはまるで虹の橋がかかるかのように美しい光景だったという。ヘンドリック様は王位継承権を剥奪、一兵卒として入隊。過酷な環境に彼が耐えられるかわからない。父と義母は身分を剥奪、パトリチアは最果ての修道院に送られた。そして私は妖精たちと共にレオンハルト様の国にいる。オリビア、何を考えている。何も、ぼんやりしておりました。そこは嘘でもレオンハルト様のことを考えていたとか言ってはどうかな。あら、それはいつものことですわ。そうか。レオンハルト様は私を大事にしてくれる。私から奪うのは視線や呼吸ばかり。レオンハルト様、お慕いしております。参ったな。今日の公務はキャンセルしなくては。妻がこんなにも可愛いなら部屋から出すわけにはいかないからな。いけません、大事なお仕事ですから。ではさっさと片付けてくるとしよう。はい。私はこの国で愛しい人と生きていく。何があっても一緒だと、そう信じられるから。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらとなっています。グッドボタン、コメントもお願いするよ。